みなさん、こんにちは。カメ、マルコです。そして、どうも、バイナカのビバリウムです。はい、みなさん、今日はなんと、ビバさんのお家に遊びに来てます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。結構なんだかんだフィードワークとかね、一緒でしたけど、そうですね。うん、全然なんかお宅訪問は本当に初めてで、本当に今日はワクワク楽しみのお宅訪問ということで、お家を紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。それでは、レッツラゴー！ゴー！ということで、ビバさん、今日はよろしくお願いします。お願いします。いや、本当にいっぱいいて、多分これね、全部紹介したら日が暮れちゃうくらいの量のね、はい、生き物がいらっしゃるんで、ちょっと自分が気になったものとか、いろいろ見させていただきたいと思います。そう、これちょっと気になってるんですけど、卵の殻っすよね。そう、卵ヘビっすね。もうこれ食べた後ですか、卵。そうです、これちょっと食べた後なんですけど。へぇー、エジプト卵ヘビ。エジプト卵ヘビ、はい、で、うずらの卵なんですけど、まあ、こういう普通のうずらの卵をこのままポイって入れといたら、はい、まあ、そのうち食べてるんですけど、これが食べた後の殻で。え、中だけ？そう。え、中だけこんな器用に食べるんですか？そうです。え、すごい。丸飲みして。丸飲みするんだ。喉のところで、はいはい、あの殻を割って中身でチューチュー吸って、最後殻をペッと吐き出す。あ、じゃあこれペッと吐き出したやつ。そうです。すごー。次なんですけど、さっき話してたここになんとアメフクちゃんがいるってことだったんですけど。アメフクちゃん、最近アメフクめっちゃ流行ってません？そうですね。ね、流行ってますよね。いろんなお店にもたくさん入ってるんですけど、うん、こんな感じで、うわー、もうずっと土の中潜ってるから、うんうんうん、どこへか全然わかんないんですよね。掘り起こさないと。へえ。本当にね、土飼ってるみたいな。そう。何やってるかわかんない。あ、いたいたいた。この中3匹いるんですけど。へえ、待って、超かわいい。え、うわ、やっぱこのかわいさは流行るわ。かわいいっすよね。これはかわいすぎますね。え、この女の子よちよち歩きみたいな。あ、落ちた落ちた。もうほとんど中にいて上には出てこない感じです。あ、こんな風に潜っていくんだ。こうやって潜っていくんですよ。かわいすぎる。3匹いるんだけど、いるはずなんですけどね。いるはず。え、これ餌とかっていうのも置き餌で置いてみたいな感じですか？そうですね、ちっちゃいコオロギとかを。あ、放してるんですね。放って、掘り起こしてからやったら食べてるとこ見れるんですけど。うんうんうん。マジで、開いた。マジでとか言って、うわー、大福みたい。本当に大福みたいですよね。もう一匹いるはずなんですけど。あ、いた。いた。いたぜ。ああ、生きてる。生きてた。え、乗せても大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。うわ、やば。え、うわ、待って。かわいいんだけど。おいしそう。うわー。いや、待って、アメフク欲しい。かわいいっすよ。いや、めっちゃかわいい。これはかわいすぎるな。はい、で次なんですけども、
え、どうしよう、ちょっと悩むですね、こんなにいるとどれを開けようか悩んじゃうんですけど、さっきからこの子がすごいチラチラね穴から見てるんですよね。この子いいですか。はい、バロンコダマヘビ。いや超綺麗、バロンコダマヘビ。なんか口先がすごい特徴的ですね。角みたいなのが生えてる、うん、早い、結構素早い、素早いですね。わお、でもすんごい色綺麗。おお、あ、さすが、ヘビの持ち方がすごい早いな。へえ、この子もこんな顔ですけど、普通にネズミとか食べるんですか。そうです、マウス。もう飼い方とかはもう普通のヘビと全く変わらない。へえ、謎の角が生えてるだけです。ね、次、はい、この子お願いします。はい、黒ヘビちゃんです。もう真っ黒、いや、すんごい光沢。え、すごっ、すごい光沢。え、顔がなんか可愛いちょっと太い感じの顔ですね。そうですね。これの、この子の正式名称は、でメキシカンブラックキングスネークです。キングスネーク。そうです。へー、キングスネークってもともとこういう色なんですか、それともこの子の色が珍しいんですかね。結構いろんな柄とか色の品種がいて、うんうん、これはまあ真っ黒いタイプ、うーん、キングスネーク。こうキングスネークはみんなこう頭がちょっとこんなまん丸い感じなんですかね。そうですね、顔、鼻先ちょっと短くて、うんうん、まん丸いような感じですね。顔つきはかっこいいな。まあ、黒ヘビはこのキングスネークが一番有名どころだ、うん、あ、そうなんですね。イベントとかショップとか。へー、ちょっとさっきねチラッと聞いたんですけど、このヘビコーナーにカエルがいるんですよね。そう、ここにキャー、これ全部カエル。カエルでした。ビバさん結構カエル好きですよね。最近ハマってますけど、うん、私も最近ね、あのカエルにハマり始めてカエルもね、ヘビみたいにこういろんな色とかがあって、うんうんうん、面白い。うわ、キャー、グラムエルツノガエル。スノーガエルのペパーミントっていう種類の中でも、はいはいはい、まあ、ちょっと青みの強めななんかスカイブルーっていうのが。へえ、ペパーミントはたまに売ってるの見ます。そうですよね。で、これこの子もあれですよね、ツノガエルの。そう、これレモン、レモン、ね、レモン、目が赤い。そう、なんか売ってる子たちめっちゃちっちゃいけど、やっぱでかくなるとこんな感じになるんだ結構ね、どっしりしてきます、ね、どっしり。え、面白い。え、この子は、これがアフリカウシガエル、ね、アフリカウシガエルのでかくなるやつですね。そうです。今そのアフリカウシガエルの大人がいるんですけど、じゃじゃーん、皆さんわかりますかこれでっかい、めちゃくちゃでかいですよねこれ。やば、だってこれ、これがね、私の手ですよ。この大きさ、あんなちっちゃいのがこんなに大きくなるんですね。じゃあこれいいですかね。開けますか。え、開けて大丈夫なんですか。性格はあんまり良くない。性格はあんまり良くない。よいしょ、うん、おー、すごい。タンバーパイソン。タニバーパイソン。タニンバーパイソン。タニンバー。タニンバーパイソン。だって目が、うわ、なんか狙ってるような目してるよね。うおー。うわー。でっかい。結構長いっすね、こいつは。あ、飼ってから。いや、長さが。あ、長さが。うん、めっちゃトグロ巻いてる。うわ、こっち見る。キャー。うん。おー、怒った怒った。怒ってる。怒ってる。さすが動じないビバさん。グリーンパイソン。グリーンパイソン。いいよ。超ムチムチ。すごい。そう、グリーンパイソンって他のヘビと違ってなんかこういう風になんかなってるじゃないですか。そうですね。それなんでなんですかね。なんかもう樹状性のあるヘビみたいな。そうです。樹状性のヘビで。樹状性のヘビなんですね。そうです。木の
上とかに基本的にこうやってトグロ巻いてるんで。そうです。あ、待ってください、ちょっと足つりました。痛い見てる。なんかこの子おでこがちょっとへこんでるように見える。真ん中ですか。そうここの筋肉がポコポコってなってるから、ここへこんで見えるんですか。あ、なるほどね。かわいい。ちょっと顔、やっぱ顔つき違うな、蛇によって全然違いますね。これは産地によって色とか、あと顔つきが結構違うんですよね。へえ、顔かわいいな。なんか犬っぽいんですよ。犬、なんかわかります。なんかちょっと顔つき、グリーンパイソンってあんまじっくり見たことなかったですけど、青色が入ってる。そうです。ちょっと待って、めっちゃすごい青、すごい綺麗な青入ってますね。アル山っていうアル諸島の山地のグリーンパイソンなんですけど、はい、こういう白いポツポツしたスポットと青い柄とか色が入ってる。なんかもう芸術的。じゃあ続いてはこちらのコーナーになるんですけど、ここのなんか蛇もめちゃくちゃでかいんですけど、これがブラッドパイソン。ブラッドパイソンでっかー、すごーい。でこの太さがすごいですね。めちゃくちゃ重いですよ。ムチムチ感もすごいし。はい、ということでビバさんありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、カメマルコと小林中のビバリムでした。バイバーイ。